悟してください。はい、こんにちは、こんばんは、白銀の鳩です。今から FGO の動画撮っていきたいなと思います。今回は土方さんの高難易度にミリオパで行こうかなと思います。で、パーティー編成としてはこんな感じです。ではやっていきましょう。私の目にかなう勇者はいるかしら。はい、ではやっていきましょう。アーツチェーンが自身でできるんで、もうアーツ性能上げてやります。これエウリュアレだよね。いやマジでね、コマンドカードが一瞬分かんなくなるっていうのがエウリュアレとストレンの使ってての難点だから、いやマジでね、一瞬見分けつかないからね。あれ、これエウリュアレの方だよな、合ってるよなみたいな感じになるから、まあコマンドカードのやつをちゃんと分けたらいいんだけど、一瞬見た感じ、ん？違うなって思うよね。なんかハテナになる時がある。で、はい、ミリオ2回目で、ここでアナちゃん貯めます。多分アーツ B アーツだった場合アナちゃんは貯まるはず。クリティカルしたから確定かな。いいね。これで決めます。で、ここどうしよっかな。覚悟してください。怪力で上げといて、ステンノ様。違う、これエウリュアレだ。間違える、本当に。ステンノ様、顔の表情で、なんか、あれだな、やんないといけないな。で、ここスタンしてくれないと気持ち悲しい。よかった。たまるかな、たまらんか、やっぱ。よし。で、まあ、とりあえず、2ゲージ目までは終了だね。で、ここで、アーツチェーン？じゃあ、これならどうか。魅了させといて、まあ、メドゥーサワンチャン溜まったら嬉しいな、みたいな感じでもう一回溜めておこう。できたら、ステンノ様溜めたかったんだけどね。まあ、欲は言えないよね。よし。で、ここで、ここは、じゃあ火力上げといて、ステンノ様のカードはどれだ？多分これかな。マジで よく見ないとね、間違えるから確実にやらないといけないよね。で、ここでさすがに倒せないと思うから OK。 で、覚悟してください。魅了させて、まあアナちゃん貯める感じかな。オッケー。ああ、いいね。これ思うけど、最後体力100万超えんのって相当やばいよね。まあそれは置いといて、アーツチェインとか組めないな。どうしよっかな。まあ一応チャージ減させといて。楽しいわ、とってもね。けどエウリアで少しでも貯めときたいっていう感じがあるからな。圧性能上げて、痛くでしょ、ここかな。ひどくでしょ。ほとんどの確率でね、スマイルはね、魅了入ってくれるからほんといいよね。地味に防御力ダウンさせてくれるのもありがたい。で、どうしよっかな。これ入れ替えて、あ、入れ替えないでもよかったかな。まあいいか。ここガンドしとこう。で、星運どっかな。多分も次のターンアーツがもう一枚来てくれるはずだから、そこで調整かな。で、ここ流血で攻撃上げといて、カレスオブメドゥーサでスタンしてくれたら嬉しいな。けど多分スタンしてくれるはず、俺はそう信じている。あ、よかった。もうしてくれるだけでありがたい。で、あとはもう、おお、いい感じにたまったね。けどもうこれは魅了打たないでもいいね。ほぐっておしまいです。ということで、魅了パ、まあ孔明含んでるんですが、こういう感じで遊ぶと叫びたくなるよね。そりゃ一回も何もしてないからね。
ノーダメクリアできるっていう時点で、まあ相当魅力っぱに関してはロマンがあるよね。まあただ男性一体だけしかいないっていう状況だからこういう感じはできるんだと思うんだけどね。まあただミリオパ組めたら割と簡単に攻略することできるんで、一回やってみたらいかがでしょうか。というかエウリアレがいれば多分今回の高難易度は割と簡単かなとは思うね。以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。次回も FGO の動画撮っていきたいなと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。最後まで見てくださりありがとうございました。よかったらチャンネル登録とよろしくお願いいたします。 Twitter や生放送もやってますので、よかったら覗いてみてください。それじゃあバイバイ。